エルンストート・フィッシャーエルンストート・フィッシャーは、ドイツの科学者、ミュンヘンに近いバイエルン州ゾルンに生まれる。父は、ミュンヘン工科大学の物理学教授カール・フィッシャー、母はバレンティーネである。1937年にアビトゥーアに合格した。2年間の徴兵期間を終える前に、第二次世界大戦が起こり、ポーランド、フランス、ロシアに出生した。 1941年の終わり頃を受けた学業休暇の間、ミュンヘン工科大学で学び始めた。戦争が終わると1945年の秋にアメリカ軍に釈放され、大学に復帰し1949年に卒業した。無機科学科の教授バルター・ヒーバーの助手となり、学位論文、ア、自治音三上及びスルホキシルさん使用存在下での1。 酸化炭素とニッケル塩の反応機構を作成した。1952年に博士号を取得し、繊維金属と有機金属化学の研究を続け、教授資格審査論文、シクロペンタジエントインデンの金属作体を書いた。1955年にミュンヘン工科大学の講師に着任し、1957年にミュンヘン大学の准教授に昇進。 1959年には教授となった。1964年にミュンヘン工科大学無機科学科の学科長に就任し、同年バイエルン科学アカデミー数学自然科学部門の一員に選ばれた。1969年にドイツ自然科学アカデミーレオポルディーナのメンバーに任じられ、1972年にはミュンヘン大学の科学薬学部から、 名誉博士号を与えられた。シクロペンタジエントインデンの金属作体、六因官方皇族の金属倍作体、および今日ではフィッシャーカルベンと呼ばれるもの、ジオリゴーレフィンと金属カルボニルのカルベン作体、カルビン作体についての講演をアメリカなど多くの国々で行った。1969年にウィスコンシン大学のファイアストーンレクチャラー、 1971年にフロリダ大学の客員教授。1973年にマサチューセッツ工科大学のアーサー・ディー・リトル客員教授となった。多くの賞を受け、1973年にジェフリー・ウィルキンソンと共に有機金属の研究における功績でノーベル科学賞を受賞した。1974年センテナリー賞受賞。2007年ミュンヘンで死去。 ありがとうございます。